風のリズムこのコーナーは風農園の代表田上健一さんと風農園が考える新しい農業についていろいろな角度から語りますお相手は私野上美音です田上さん今回もよろしくお願いしますお願いしますさて今回のですね風農園の挑戦とは何でしょう見せるってことですかね見せるはい とということは見た目そうですね。はい、あのまあ消費者の方にどう映るかっていうのは意識してしてるつもりなのではいまあそれが、まあ、風の絵の一つのパフォーマンスだと思ってるんですけども。パフォーマンス、まあ、風の上の新しい、まあ、表現として。 それは例えばいちごだったらいちごの見た目っていうことでしょうかまあもちろんそれもあるんですけどやっぱり最終やっぱりケースに入って、あのー、消費者の方に届ける形になりますよね。やっぱりそれ最,最初まず目に入るのはやっぱりパッケージパッケージですねはい。 じゃあ今回はそのパッケージについていろいろお話を伺っていきたいと思います。風農園のパッケージっていうのはあのまずは風農園のロゴマークが入ってますよね。そ,うですねあのそのロゴマーク自体はあのやりかけた時からあのすごく大事にしたいなって思ってまして。うん あのな,なかなかないですよね <laughs> 農園で自分とこのロゴマークがあってそうかそうですね農園でロゴマークを持ってるの農園どれだけあるんでしょうね <laughs> その,、うん、あのまあ印象に残るっていうか、はい、やっぱり活字の風農園っていうよりはマークになった方が残りやすいんじゃないかなって思うのと。 まあ当初から「風の園」っていう一つのブランドを作っていきたいっていう思いがありましたのでやっぱりそういったブランドを象徴するものって何かなってマークだと思うんですよねシンボルマークだと思うので、はい、なので今実は2種類あの漢字の「風の園」にいちごをイメージしたデザインのものと。あのグリーンンのラインに 赤く上下、上下で点点点ってあるのがあるじゃないですか。あ、そうですね。はい、それがまあ当初から使ってる。あの、まあ、一語をイメージして作ってもらったものなんですけど、今もう一つ、あのトラクターのあの絵を入れて、で、あの、まあ、うちのテーマにしてるドリームセキュリティっていう、ちょっとフレーズが入ったドリームセキュリティ。そうですね。それはどういうことでしょう。<laughs> あの。 あの映画から、はい、あの出たフレーズなんですけどまあすごい気に入ってて「あの夢の警備保障」っていう役が出てくるんですけど農園とね夢の警備保障っていうのとはなんか結びつくような結びつかないような感じがしますがそうですね、はい、やっぱり何も約束されてない中でやっていくときに。 何かそういうものが欲しいなっていう信念だじゃないですけどやっぱり最終的にはねやっぱり報われないとダメだしでそれを見て何か頑張れる人が出てきてほしいなってやっぱりその時に自分がそういうモデルでありたいなって思ってましたから。あなるほどじゃあ田上さん自身もその、えー なんかドリリームセキュリティそういう言葉に突き動かされるしまたその文字を見て誰かが同じような思いでつながっていけばいいなというそう,です、ね、そういう思いがあるんですね。だからこの仕事にこう魅力をもっと感じてもらえるように、まあ、自分がそれを引っ張れるっていうかそういう人でありたいなって はい、せっかくやるんですからなんかまあ,あんな仕事ないなってか思われるぐらいだったらいやいややっぱああなりたいなって、はい、思うような存在になりたいですからねやっぱり、まあ。いろんな職業がある中で、まあ、農業ってかなりこう厳しいというね、はい、イメージがあるでもその農業がこんなにワクワクと夢があって、えー、芸術性をはらんでるんだっていうことを やっぱり提案していきたいというそんな思いがあると思います。だからパフォーマンスという言葉が出てきたんですね。そうですね。だから、うん、ね、あのクワを持って汗だくでドロンコになってっていうまあイメージになると思うんですよね。この仕事をだけどやっぱりそこに僕もうそれだけだったらと思うんですよね。だから例えば自分が自分たちが一生懸命作った作品を どんな箱に入れるやっぱりそこまでが僕は仕事だと思ってるしあの他にないって考えるところなんですよね。で素敵な箱ができればその素敵な箱に見合うようなやっぱり物を作,んな作らなきゃってなりますしあの育てる気持ちもやっぱり変わってくるので。 はい、そういう最終出口は大事だなって、はいなね、思ってますけどねじゃあ作り手にとってそのパッケージっていうのは最終出口になりますし、はい、例えば、えー、もらいその商品をね風の上の商品を受け取った側にとっては一番最初の入り口になりますよね,そうですねパッケージっていうのは。はい、でそれを見て えー、何が入ってるんだろうというそういうこう,ワクワク感っていうのも大切にしてますすねねそうです、ねうん、やっぱりそのまあいちごにしろトマトにしろメロンにしろ、まあ、そのものに当然一生懸命作ってるんですけど、うん、やっぱりその過程っていうかやっぱりその箱にはそのものだけじゃなくて自分たちのやってきた物語っていうかそういうストーリーも詰め込みたいなって 思ってるんですよね。あるんですね。で、普通あの例えばいちごのパッケージっていうのはだいたい一箱に四つあのパックが入ってるっていうのがありますけれども、ねね、風の絵は三つパックが横並びに入ってるという。あ、そうですね。うん、はい。まあだから四つっていうまずイメージを変えたい。変えたい,いな。ななまり意味がないと思ってたし。うん でコンパクトにして、まあ、持って行ってもらいやすいようにしたいっていうのもありましたから、うん、はいで蓋をパッと開けた時にその3つパックが綺麗に並んでてまた真ん中にあの白いお花が飾られてるんですけれどもそうですねあれはイチゴの花なんですけどイチゴの花を飾ってるんですね、はい、まあ単純にそれが可愛いかなっていうのと、はいうん、まあ印象に残るっていうのと あと鮮度のバロメータータにもなるはいあのうちは朝取ったやつは朝詰めてえそのままあの配送するのであの翌日には着くだからその花びらが生きてる状態ではい、はい、届いたらやっぱり向こうも新鮮だなって思ってもらえるかなってなるほど、はい、それ本物の花びらってことですねあそうなんですねそうですか、はい、またあの黒いパッケージの いちごの箱もありますね。はい、あの贈答用に作った箱なんですけど。今回のマスクメロンの入れ物も黒です。そうですね。で、やっぱ黒っていうのは一つのこだわりがあるんですか。そうですね。やっぱりあの高級感も当然出ると思うんですけど、うん、あの期待させる箱の色じゃないですか。黒ってね。はい。 あまりよく考えてみたら食べ物に黒ってあんまり使わないイメージがあったんですけれども和食のお皿って結構黒ですもんね。あそうですよね、うん。やっぱり食べ物がきれいに見えるそうですね特にねいちごとかトマトとか中に赤いのが入ると黒いパッケージ開けて中が赤だとそのコントラストですねはい、はい、そういうこともいろいろ考えてそうですね そのパッケージが一つの風農園の表現パフォーマンスであるっていうことですねはいわ、はい、かりましたありがとうございますさあ皆さんもぜひあの手に取ってその風農園の提案するパフォーマンスをご覧いただきたいと思いますそういえばその入れ物に対してねこんなメールが来てるんですよ、はい、でいつもあのスーパーマーケットでこの人は風農園さんのトマトを買ってくれているみたいなんですけれどもありがとうございます 値札がないということでねレジで,で店員さんがこの箱の裏を見て値札を見つけてくれてでもこれって裏なんてレジしにくいんじゃないのっていう提案なんですがあ、まあ、風農園さんのこだわりっていうかねそのパッケージのこだわり、はい、やっぱり札は裏なんですかあのそのレジの方にもお客さんにも。 あの値段が分かりにくいかも分からないんですけどあの見えるところにベタッとこう値、ね、札を貼る、うん、とあのせっかくの,あの印象が悪くなるかなってやっぱりそれすらもあのトマト入れてるのって透明の,のスタンドバッグに、はい、あのうちのロゴをあしらったテープで留めてるんですけどなんかその,そのまま見せたいなって。 思うんですよねあ<ー>それにあの300円とかそういう値札が見えるとなんかちょっとがっかりするかなってなるほどじゃあまずやっぱり値札に目がいってしまいますもんね, <laughs> んねじゃなくてそのパッケージとあのトマトの可愛らしさを目にしていただいて、はいはい、そしていざレンジに向かった時は後ろで <laughs> 値札を <laughs> ピンとやってもらったらいいなっていう感じですね。はいまあ、そういういい小さいところでもやっぱり 美しく見せるというこだわりを持っているということですねはい、はい、さあの分かっていただけましたでしょうかメールいただきました方どうもありがとうございました、はい、また皆さんからのお便りもお待ちしておりますファックスは0595-620835-62-0835 E メールはナバリ atmarkfm835.jp です もういろんな意見もねはい、はい、お待ちしておりますのでぜひ,ぜ,ひぜひよろしくお願いしますさあそれではここでお待ちかねです風農園からのプレゼントはい、えー、今回は、えー、風のリズムオリジナル T シャツです農園から T シャツのプレゼントって <laughs> そうなんですねこれもすごいパフォーマンスですね <laughs> 考えたらえー、オリジナル T シャツなんですか はい、この番組のために作りました。うわ、それがとてもおしゃれなんですよね。<laughs> <や>私、先ほどちょっと写真を見せていただいたんですけれども、はい、白字と、えー、黒字っていうのがありまして。はい、はい。白字に黒の文字、黒字に白の文字とあります。で、はい、あのエス a 文字で書いてるんですね。はい、あの風ミーツリズムではい。風ミーツリズム。 漢字、はいね、で風のリズムだったらあんまり来てもらえないかなって <laughs> <laughs> 思ったんです。<laughs> なるほど。はい、じゃあこれはあのサイズはどうなんですかえーと、ね、L と M をご用意してますので、えー、応募してもらう時は、はいえー、白か黒かと L か M かっていうのを明記してもらいたいですね。はい、何名の方 5名様に5名様にです8月21日火曜日が締め切りです、はい、今回ですね募集期間は短いので気をつけてください8月21日火曜日までですやっぱりちょっとでもあのこの夏暑い夏をこの T シャツ着て過ごしても欲しいですもんねそうですね、うんえー、メールには 応募には住所氏名年齢連絡先を明記の上風のリズムプレゼント係まで応募してくださいなおいただいた個人情報はプレゼントに係る連絡発送業務以外の目的では使用いたしませんまた皆さんからのねいろんなメッセージまた農業について気になること何でも質問 ok ですのでそちらもお書きそういただけたらと思います、はい、風のリズム お送りしたのは、風農園の代表田上健一さんと私野上峰でした。